タゲアシュハーアイエクは16世紀のチェコの医師、天文学者である。神聖ローマ帝国皇帝ルドルフに聖付けの医師を務めた。著書ダイアレクシスレノービープリウスインコグニーティステリー、イヌシタタエマグネトゥーディーニツイスプレンディディシミールミニス、アッパリジオネ、イデイ,イズガムステリーベイロ,ロロコカンスティッチンドの表紙、プラハで名門の家に生まれ、1544年に、フェルディナント一世によって、 爵位を与えられ、ルドルフ2世によって、ナイトに認じられた。1548年から1549年に、かけて、ウィーンで薬学を学び、1554年には、ボローニャで、同年ミラノで、ゼロラモ・カルダーノに学んだ。1555年に、プラハの大学の数学の教授になった。1561年に、著書アフリスミ・ミトパスカピサイを発表した。 1572年にカシオペアザに現れた超新星についての研究を発表し、ティコブラーエとの間で科学的な手紙のやり取りを行い、ルドルフ2世がティコブラーエをプラハに招くことになるのに重要な役割を果たした。天文学に関するラテン語の多くの著書を残し、彼の時代の最大の天文学者の一人と考えられている。研究の他に、 コペルニクスの原稿などの文書の収集したことでも知られ、ルドルフ2世に暗号と等母式未知の文字で記された謎の文書、ボイニッチ思考を購入することを勧めた一人である。多くの先制術に関するチェコ語の著書も発表し、そのため科学者としてより神秘主義者と考えられてきた。月のクレータと小惑星ハーイエクに命名されている。ありがとうございます。